工業大学、工科大学は、工学の専門教育がなされる高等教育機関であり、工学部のみの短科大学に関せられる名称、種別である。大学の種別としての工業大学、工科大学は単に、工大と略す場合もあり、他にも、各工業大学、工科大学の学生、関係者や近隣住民によるその大学の省略稽古賞として、工業大学、 工科大学、工業大、工科大、工大などとして使われる場合も多い。日本においてインスティチュートオブテクノロジーの英名が使用される教育機関は工業大学が多い。しかし、理工系大学である国立大学法人の京都工芸繊維大学もインスティチュートオブテクノロジーを使用している。また、先端科学技術大学院大学では、 インスティチュート・オブ・サイエンス・テクノロジー技術科学大学は、ユニバーシティ・オブ・テクノロジーが使用されている。インスティチュート・オブ・テクノロジーはその名の通り、大学としての教育、研究機関としての役割を果たすだけでなく、研究所、研究大学をより施行している場合がある。ただし、名称に関するものは法的な基準によるものではなく、特に戦後の学生改革以後の私立大学においては、 学校経営、運営側の方針に基づく、監修的なものによるものが多い。日本国内においては、正式な和名や英名において、どのような名称を名乗るか、あるいは、短科大学なのか否かの区分に関しては、その大学の内容との絡みにおいても指して意味を持たないものになっている。時代の推移とともに、工科系、工学系の学術分野型学問領域との、 融合を見せ始め、いくつかの関連学部を派生してきた。それとともに、工業大学、工科大学を名乗っていても、必ずしも工学部や、工科系学部の短科大学とは限らなくなってきており、理学系学科を設置している大学もある。また、マサチューセッツ工科大学人文社会科学部や、バージニア工科大学人文学部、日本では、東京理科大学経営学部や大阪工業、 大学知的財産学部など、日本特有の文系理系で区分した時には、一般的には文系とされる学部を持つ大学も存在し、東京都市大学、雪南大学のように文系学部の増設により、総合大学化した例も存在する。ただし、一部に理学系、農学系の学部を含むものもある。文系、もしくは分離融合学部がある場合は個別に記述する。 工業大学技術科学大学その他大学院、大学工科大学理科大学大学院大学その他、工業大学工科大学理科大学その他大学院、大学急性申請現存しているものとして以下の大学を挙げる。MIT ロゴノーベル賞受賞者を輩出するマサチューセッツ工科大学が有名。1824年に設立されたレンセラー工科大学は英語圏では 最古の工業大学。チューリ非工科大学ドレス伝工科大学オーストリアでは、工業大学及び、ファッハ法補修レに大別される。TU には、以下が挙げられる。ドイツの工業系高等教育機関は、工業大学、ファッハ法補修レ、ファッハ修レなどの種類がある。TU について、以下のグループは、t u 級と呼ばれている。TU5 フランスにおいては、 アンスティーチュ・ーニーベルシテールでテクノロジーと呼ばれる2年課程の高等教育機関が存在し、終了時にはディープラメー・ユニーベルシテールでテクノロジーが付与され、これは NQF レベル3に位置づけられる。ありがとうございます。